コーダー道場のロゴコーダー道場は子供たちのためのオープンソースプログラミング道場である。ジェームズ・ウェルトンを中心にソベンチャーのビルリャンをパトロンとして2011年6月アイルランドに始まり、2017年12月には世界75カ国1500拠点に上る。日本では2017年12月現在115以上の道場があり、 下北沢オープンソースカフェのほか全国各地で開催されている、公式サイトより、とある。よって、道場によって、形式も異なるが、主体的に学べる形式をとっているということである。すべての道場は、コーダードジョファンデーションとの合意が成立し、かつコーダードジョの理念に従うことに同意した上で、コーダードジョの名称。 ロゴ、ウェブサイト非営利活動の促進に使用することができるとある。よって、道場の開催には、コーダードジョファンデーションからの承認の上、検証の内容に違反がないように開催するということである。以下、検証の内容の一部抜粋である。以上は、参加者、その保護者から料金を徴収せず、持っている知識を自由に、誰でも共有できるようにし、 性別、人種、性的嗜好、信念、宗教、能力に関係なく、ボランティアや子供たちを歓迎することを、すべての道場の原則にすることで、コーダー道場の理念、オープンな開催を可能にしている。ありがとうございます。